つもご覧いただきありがとうございます。最近よく香港のニュースが出てきます。しかし香港、台湾、今後の動向が気になるところです。なんといっても香港は現在戦っています。そうそう、北朝鮮とアメリカとの交渉が難航しているようです。実際の話は ICBM 長距離弾道ミサイル開発などあるとは思うんですが、 SLBM の発射実験はいいようになっている昨今です。まあ確かにアメリカの方針が変わってしまえば、なぜか日本の方針も変わってきます。まあこれは仕方ないというか、本当に今すぐ観艦式が行われます。自分は結構楽しみですが、行けたら行こうかなと考えています。しかしやはり観艦式には多くの方が来られるし、見応えも十分だと考えます。観艦式以前に、何しろものすごい出雲の内覧会などがあり、やはり盛り上がりが出てきているでしょう。今までとはまた違った感じになってくるでしょう。今年は韓国は来ませんが、日本も招待していない、そんな状況です。一番はやはりジーソミアの破棄でしょう。韓国側も結構今困っていると考えられます。情報提供を持ち出してきている、期限ギリギリまで。しかしやはり日本もそこは
ノートを突きつけています。韓国に駐留している米軍など情報が取れない部分が出てくるでしょう。また多くのことを持ち出してくるかもしれません。なかなか日本叩きが進みつつある大韓民国ですが、日本の未来がいい方向に向かえばいいと考えます。やはり少子化問題は現在一番問題となっているかなと考えていますが、パイロット不足に悩まされる、パイロットの質が落ちるなど各言われていますが、しかしそれでもパイロットの養成の教育の仕方ではまた違う優秀なパイロットたちが生まれてくるかもしれません。今が踏ん張り時というところでしょう。少子化もここまで急激に少なくなるとは考えられてはいませんでした。やはり豊かになるとそういう見えない部分があちらこちらで見えてくる、そんな最近です。やはりそんなに3人も4人も子供は産まないし、1人というところも多いでしょう。2人産めばまだ。いつもご覧いただきありがとうございます。最近よく香港のニュースが出てきます。しかし香港、台湾、今後の動向が気になるところです。なんといっても香港は現在戦っています。そうそう、北朝鮮とアメリカとの交渉が難航しているようです。実際の話は ICBM 長距離弾道ミサイル開発などあるとは思うんですが、
SLBM の発射実験はいいようになっている昨今です。まあ確かに